チャロフラ。はい、ということで、次のメンバーはりょうちんです。行きましょう。彼今ちょうどバドミントンをやっていたみたいで、その終わりに突撃をしたいと思います。はい、じゃあ今日はりょうちんの紹介動画を撮っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今回はりょうちんの自己紹介動画ということで、りょうちんについていろいろと聞いていきたいなと思います。はい、お願いします。僕たちは知ってますが、視聴者の方向けにいろいろと自己紹介をお願いします。はい、じゃあ最初お名前を教えてください。はい、りょうちんです。はい、りょうちんです。ありがとうございます。出身地は、出身地は北海道札幌です。札幌、じゃあ僕と一緒ですね。あ、そうですね、同じ登山歩です。おー、趣味は、趣味はスポーツ全般好きで、まあ、今ちょうどバドミントンやったとこなんですけど、それ以外にもテニスとか、ゴルフとか、あと最近タッチフットとか始めたり、スポーツ全般やってます。じゃあスポーツが大好きなスポーツマン、ね、はい、スポーツマンです。部活は何やってたんですか？部活はバドミントンやってますね、高校の時に。それ以外にもテニスとかサッカーとかいろいろやってました。あ、じゃあめちゃくちゃ運動大好きってことですね。あ、歩くより広く遊ぶんですかね。インドは結構運動不足になることが多いんで、いいですよね、体を動かした方が。そうですね、毎週運動してます。じゃあ次はちょっと真面目な質問になりますが、はい、これまでのキャリアについて少し簡単に教えてください。基本的に製造業の仕事をしてまして、ずっと日本で働いてたんですけど、去年からバンガローに赴任してこっちで仕事してます。駐在員としてインドに来てるっていう感じですか？そうですね、もともとはコロナの影響でちょっと赴任遅れちゃったんですけど、ちょっと2年前ぐらい、3年前ぐらいから来るようになったんですけど、ちょっと遅れちゃいましたが、はい、去年からバンガローに赴任して仕事してます。インド駐在はご希望されてたんですか？はい、希望してましたよ。結構インドのお客さん向けの仕事ばっかり日本でしてたんで、まあ、より近いところから仕事できるか、はい、希望してました。駐在先としてはインドが初めてですか？そうですね、初めてです。どうですか、インドで駐在というかインド人と働いてみてのこれまでの感想。結構チャレンジなことが多いですね。なかなか時間を守んなかったり、言うことをやってくれなかったりとか、どうやったらやる気になってもらえるかなとか、結構いろいろ考えて仕事してます。なるほど、いろいろと ご苦労されてるわけですね。まあ楽しんでますよ。楽しんでると、はい、まあちょっとこの辺はね、今後の動画でこう駐在員の苦労とか、駐在員の楽しいところとかやりがいポイントみたいなのは、はい、動画で撮っていきたいなと思うんで、ぜひお願いします。はい、楽しみにしてます。はい、インドに引っ越してきたのはいつですか？1年前です。2022年の5月。はい、なるほど。じゃあ今2023年の始末なので1年ちょっと経った。ああ、なるほど。インドに住んでみてどうですか？約1年経ちましたが、すごいマンガロールって標高 1000m っていうのもあって涼しいんですよね、年中湿気もなくて、なんでスポーツやるにはもう手付けの場所かな。毎週はつけるスポーツがスケジュールぎっしりみたいな感じです。じゃあもうなんか仕事以外四六時中スポーツやってる感じですね。この感じだと。なんか語弊がある気がするんですけど。さっきからスポーツのことしてる。仕事で溜まったストレスは運動で発散できてる。ああ、けどすごいいいね、なんかそのサイクルは。めちゃくちゃいいね。それ以外あんまやることないけどあるんですけど。はい、海外に住むのはインドが初めてですか？実は子供の時にカナダとアイルランドっていうところに5年ずついて10年ですか、一応海外で住んでました。何歳から何歳まで？1歳から6歳までがカナダで、10歳から15歳ぐらいがアイルランド。すごいね、じゃあ幼少期ほぼほぼ海外で過ごしてたんだ。まあそういうことになりますね。もうそれはご両親も駐在員とかだったり。そうですね、はい、じゃあ生まれながらの駐在員家系というか、まあ、っていう感じなんですね。そうなるんですかね、はい、じゃあインド駐在もなるべくしてなったと言わざるを得ないとい
という感じですか。ざるを得ないのかもしれない。なるほど。じゃあそんなインドチームまだ1年しかないということですが、楽しんでください今後も。はい、ありがとうございます。はい、では最後、今回チャロブラ2期メンバーに参加いただいたということですが、はい、これからの活動にあたっての意気込みを一言お願いします。そうですね、チャロブラのメンバーみんな同い年なので、楽しく、盛り上げながらインドの面白い、体験とかを企画で皆さんに発信できたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。りょうちんでした。これからよろしくお願いします。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、